はい、とある腕の日ということで、私の腕の日のトレーニングを解説していこうと思います、自分で。1種目目はアームカールですね。この1種目目は割と元気なんで、とりあえず重い重量、反動を使ってでも何してでもいいんで、重い重量になれるっていう目的でやってます。それ無理なんで、重量をだんだんと落としていって、最終的にこれが何キロ ?30 キロですね。多分これぐらいがね、適正だと思うんですよ。適正まで落ちたら、まあ反動は極力使わずに、使ってますけど、使わずに二頭に刺激を与えていくような形に切り替えます。で、やっぱり上がんなくなるので、上がんなくなったら反動を使うという感じですね。それでセット終わります。あ、もう一回いた。もう一回来ましたね。はい、で2種目目が、荷重ディップですね。ジャケットと下のなんすかね、重りで25キロですね。これ映像で見るとね、やっぱり下ろしてないんですよね。もっとね、下ろすようにした方がいいのかなと思いますけども、自分の中で下ろしてるんですけど、やっぱ映像を見ると大事ですね。で、3種目目が、クロスボディハンマーカールですね。これなぜ普通のハンマーカールじゃない理由っていうのは、胸をね、6分割で胸が週1回なんで、途中で胸の刺激も入れたいなっていう理由で、ハンマーカール、このクロスボディのハンマーカールをしてる感じですね。で、これも重量落としていって、最終的に20キロですかね。そこで、終わります。で、4種目目がトライセプススーパーセットって私は呼んでるんですけども、まずはトライセプスエクステンションをやります。まあ三頭で刺激を与えるって感じですね。でもですね、このトライセプスエクステンションだけで終わると結構体力的にまだいけるなっていうのがあるので、もったいないから、まずミリタリープレスを入れて、その後に、ハンマーカールをするという、このワンセットでトライセプススーパーセットって私は読んでます、勝手に。はい。で、その後やるのがですね、このアームブラスターって肘を固定する道具を使ったアームカールですね。やっぱり最初の1セット目のアームカールは二頭へ刺激がいってないんですよ。だからこの器具、アームブラスターを使って純粋に二頭の力だけのアームカールをやります。そうなると、これ25キロぐらいなんですね。自分の使える重量というのは。で、使えなくなって反動を使おうとしても、反動はこの器具つけてると使えないんですね。この器具買った方がいいですよ、やっぱり。うん。で、その後が、クローズドプッシュアップっていう、まあ、手幅を狭めてのプッシュアップですね。これでもう3頭を限界まで使い切ります。これもやっぱり映像で見ると下ろしてないですね。なんかもうちょっと下ろせるような感じもするんですけど、やっぱこんなもんなんでしょうね。これも5セットぐらいやりますね。5セットぐらいやります。結構できますね、私ね。で、あ、無理だった後も、これ後で出てくるんですけども、最後の方3回ぐらいしかできないんですけど、最後の最後は膝をついて、本当に限界まで3投を。もう使い切ります。あ、ダメですね。で、3頭は使い切ったんで、最後は2頭ですね。このチューブを使ったアームカールで2頭を限界まで絞り切るって感じですね。これも本当にもう僧帽を使ってでも、この体の上下の反動を使ってでも、何を使ってでもいいんで、2頭を最後まで絞り切るって感じですね。これ結構ね、長いんですよね。もう早く終わってほしいんですけどね。終わりました。終わりです。